日本人は最低な奴らだぞ。君たちは日本人のことを何にも知らないんだな。パラオ人であるヒデオが韓国人から日本人の悪口を聞かされた結果、皆さんはパラオという親日の国を知っていますか？メディアなどを通じてパラオは世界有数の親日国家であるということを聞いたことがある人も多いのではないかと思います。しかし、両国の歴史を振り返ってみると、日本は戦時中にパラオを統治下に置き、植民地支配をしていました。それにもかかわらず、どうしてパラオの人たちの多くは日本のことを愛していると言われているのでしょうか。今回はその理由がわかるパラオ人のヒデオがアメリカに留学した際のエピソードを紹介します。一体どうしてパラオは親日国と言われているのでしょうか。全世界が驚愕。パラオが親日国である驚くべき理由とは。僕の名前はヒデオ。僕の名前を聞くと日本にルーツがあるんじゃないかとよく聞かれるんだけど、両親と祖父母は生粋のパラオ人だよ。今は歴史の勉強がしたくてパラオから離れてアメリカの大学に留学している。世界各国の歴史を学ぶのはすごく楽しいし、新しいことを学ぶたびにいろいろな想像を膨らませてワクワクするんだ。中でもパラオの歴史を学ぶのが一番楽しいと感じるな。そしてパラオの歴史を語る上で日本の存在は絶対に外すことができないんだ。そのことが僕の名前の由来にも関係するんだよね。パラオは日本に統治されていた歴史があるんだけど、その時に日本が養殖や漁業を教えてくれたおかげで、パラオは豊かに発展したんだ。そんな背景があるから、僕の祖父母は日本語を話すことができるし、パラオ語には扇風機や電話などの日本語がそのままパラオ語として使われているんだよ。だから僕たちパラオ人は日本のことが大好きだし、日本人をリスペクトしている人が多いんだよね。それで僕の名前はヒデオっていう日本人のような名前になっているんだ。そんな僕は人見知りだっていうのもあるけど、アメリカの大学に入学して間もないこともあり、友達がいなかったから一人で学食でご飯を食べていたんだ。その時、韓国人の二人組がいて、そのうちのソジュンが僕に声をかけてきた。君はいつも一人みたいだけど、よかったら俺たちと友達にならない？そんなことを言われて僕はすごく嬉しくなったよ。ここに来てから初めてそんなことを言われたからね。その日から僕はその二人と行動するようになったんだけど、彼らの態度が日に日に変化していった。初めはジュースを買ってくるようお願いされるぐらいだったんだけど、日を追うごとに弁当を買ってこいだの、荷物持ちをさせられるなど散々な目にあったよ。多分気の弱そうな僕のことを見て、彼らは最初からパシリにしようとしていたんだろうね。でも僕は彼らに嫌だとはっきりと伝えることができなかったから、その頃には彼らは僕をパシリにするとき以外は近づいてくることはなかったし、完全に上下関係が出来上がっていたように思う。僕は純粋に友達が欲しかっただけなのに、こんなことになってしまってすごく辛かったな。そしてそんな日が続いたある日、いつも通り学食で一人でランチを食べていると、後ろから声をかけられたんだ。よかったら隣に座ってもいいかな。ああ、どうぞ。ありがとう。はじめましてだよね。僕は日本から来ているタケルって言うんだけど、君の名前は？僕はヒデオ、パラオ出身だよ。突然なんだけど、もしよかったら友達にならない？僕は話しかけたりするのがすごく苦手で、いまだに校内に友達が一人もいないんだよね。そうやって僕に声をかけてくれて嬉しかったのと同時に、また僕をいいように利用しに来たんじゃないかと疑ってしまう気持ちもあった。そんな気持ちを察してか、余計なおせっかいだったらごめんなんだけど、君はあの韓国人二人組に雑用というか、パシリにされていたりしない？いつも遠くから見ていて、あまりいい気はしなかったんだよね。って言い出した。それだけ僕のことを見ていてくれたんだと嬉しい気持ちもあったけど、図星で恥ずかしい気持ちもあって、タケルからついつい目をそらしてしまったよ。ここで認めてしまって話をしたら、また二人から何か嫌がらせをされてしまうんじゃないかって思いもあったからね。そんな僕のことを見かねてか、タケルは話を変えてくれた。ヒデオはパラオ出身なんだよね。パラオって日本とすごく仲がいいイメージがあるよ。そうやって言ってくれたタケルがパラオのことを知っていてくれたことが嬉しくて、
それからは少しずつお互いのことを話し始めた。タケルも歴史が好きなんだね。そうなんだよ。歴史自体を学ぶことも好きだし、歴史的な建造物や遺産を見るのも好きなんだ。そういうものに触れるのってすごくロマンがあるからね。その感覚すごくよくわかるよ。確かにロマンがあるよね。そういえばパラオと日本は古くから歴史的に交流があるんだよね。そうだよ。僕の祖父母の時代には日本の統治下にあったんだ。その時の話をよく聞いていて、日本の兵隊さんにすごくお世話になったみたいだよ。道を作ってくれたり、水道や電気を引いてくれたりね。日本人が来てから生活が豊かになったみたいだよ。そうだったんだ。それは日本人としてなんだか誇らしいな。仲の良かった日本の兵隊さんたちに日本の歌を教えてもらって、よく一緒に歌っていたりもしたみたいなんだ。そんな話をしているうちに、僕たちはお互いのことを信頼し、友情が芽生えてきているように感じていた。アメリカに来てから、このように誰かと楽しく会話するなんてことはなかったからね。そうしてタケルと仲良くなってから、ある日、歴史の授業の後にタケルと合流して学食に向かっていた。そこにソジュンたちがやってきたんだ。ヒデオ、俺たちのお菓子とかジュースを買ってきてくれるか？頼むよ。わかった、買いに行くよ。タケル、ごめんだけど先に学食へ行っててくれる？僕はやっぱりソジュンたちのパシリを断ることができず、タケルにも迷惑をかけたくないから、早くその場を収めたかった。そんな中、僕とソジュンたちの間にいたタケルが、僕たちの顔を交互に見て、君たちのことは前から見ていたけど、どうしてヒデオが嫌がることをするんだい？そもそもお菓子とかジュースが欲しいなら、直接売店に行けばいいだろ？って言ってくれたんだ。なのにソジュンたちは、ヒデオ、お前は歴史が好きとか言いながら、どうして日本人なんかと一緒にいるんだ？もしかして平和ボケして、パラオ人が日本にされたことを知らないのか？って言っていたけれど、僕には何のことだかさっぱりわからなかった。パラオは日本によくしてもらったと思っていたからね。そもそも日本人は表向きではいい顔しておきながらも腹黒なんだぞ。今も横で心配そうなふりをしているけど、日本はパラオ人のこと、低俗で頭の悪い民族だとしか思ってないはずさ。歴史が好きだっていうくらいなら、それくらい知っておけよ。さっきから何を言ってるの？お前は本当に何も知らないみたいだな。それなら俺が教えてやるよ。そう言ってソジュンが話した内容は、到底信じられないようなことだった。パラオが日本の統治下にあった時、日本が戦況的に不利になって、いつアメリカに攻められてもおかしくないという状況になると、パラオ人たちは自分たちも戦わせてくれと志願したんだ。大人だけではなく、子供もだよ。そんな時、日本軍の隊長はパラオ人たちに、帝国軍人が貴様らのような原住民と一緒に戦えるかって言ったそうだ。表では仲良くしているようでも、本心ではそのようにパラオ人のことを見下していたんだって。だから今僕の横にいるタケルもきっと同じように僕のことを見下しているんだろうってことだった。このような話を聞いて僕はもう何が何だかわからなくなった。そうして何もかもが信じられなくなって、タケルが全力で止めようとしてきたけど、僕は走って家まで帰った。その後ろでソジュンたちが嘲笑している声が聞こえてきたしね。家に帰って恥ずかしながらも僕は布団にくるまって泣いてしまった。ソジュンたちの話が頭から離れなかったんだ。でもひとしきり泣いた後しばらく考えてみた。タケルと出会って一回でもタケルに不穏な感情を抱いたことがあったかな。いくら考えてもタケルがそんな悪い人には見えないんだよね。それにソジュンたちの話はたくさん歴史の勉強をしてきており、祖父母から直接話を聞いている僕でさえ知らないことだ。あの話は本当に合っているのかな。そう思い、翌日に大学の歴史を担当している教授のもとへ向かった。僕がソジュンから聞いた話をしていると、最初は何事かと驚いたような反応をしていたけれど、だんだんと笑顔になって僕の話を聞いていた。その話はあながち間違ってはいないよ。確かに日本の軍隊長はそういうことを言ったみたいだね。でも話が省略されすぎてしまっているね。僕はどういうことだろうと疑問に思っていると、教授は詳細な内容を教えてくれた。パラオが日本の統治下に入る前はドイツの支配下にあったそうだ。だけど当時の欧米人は有色人種に対する差別意識が強く、パラオの人々は
苦しい生活を強いられていたんだ。劣悪な環境で虐殺もあったみたいだね。わずか半世紀の間にパラオの人口は 90% 減少したと言われているほどだよ。その後、第一次世界大戦でドイツが敗れ、講和条約で日本がパラオを獲得したんだ。でも、当時のパラオの人たちからしてみれば、日本もドイツも同じ侵略者で、また地獄のような生活が続くんだと思っていたようだね。でも、日本はまるで違ったみたいだ。道路を作り、水道、電気などのインフラ整備を行った。さらには学校を作り、病院も作った。ただ作っただけではなく、医療や教育の支援も積極的に行っていたんだ。そして、パラオの人々は日本軍から仕事をもらい生活をしていた。そうしたことから、ドイツの統治下であった時代とは違い、貧しいながらも整った生活を営むまでに、生活水準は回復していたんだ。はじめは怯えていたパラオの人たちに対して、日本人は諦めることなく、丁寧に話しかけ続けて、警戒心を解いていったんだね。やがて、日本兵とパラオ人は共に暮らして共存していったんだ。その頃には、もうパラオの人たちに日本へ対する恐怖心は全くなく、むしろほとんどの人たちが感謝し、尊敬していたそうだ。しかし、当時は戦時中ということもあり、そうした生活は長くは続かず、1944年頃には、日本にとっても戦況は不利になり、いつアメリカが上陸してきてもおかしくない状況だった。そんなアメリカにとって、東南アジア諸国への中継地点として、パラオは非常に重要な地点であった。だけど、パラオの人たちは日本に対して深い尊敬と感謝の念を抱いていたので、日本人と一緒にパラオを守りたいと考えていた。なのに、日本の隊長はソジュンからの話にもあったように、パラオの人たちを島から追い出したようだ。それに対して、パラオの人たちは裏切られたような思いで、悲しみと怒りで満ちていたそうだ。船で逃げる際も、見送りに来る日本兵たちは誰一人いなかったようだからね。しかし、パラオ人が乗っている船が離陸した瞬間、日本人たちが砂浜に現れ、手を振って見送ってくれたんだ。もちろん例の隊長も優しい笑顔を見せながら見送りしてくれたそうだよ。日本としては戦力は喉から手が出るほど欲しいものだったから、パラオの人たちの気持ちはすごく嬉しかったと思うけど、パラオの人たちの命を優先しての判断だったようだ。この話を聞いて僕は愕然とした。確かに祖父母はその船に乗っていて、日本人が戦火からパラオ人を守ってくれたと聞いてはいたけれど、そういった話は聞いたことがなかったからね。そのような日本人のおかげで、パラオも激戦地になったそうだけれど、パラオ人の死者は一人も出なかったのか。戦時中であるにもかかわらず、そのようなことができるなんて、奇跡のようだ。そうして、僕は話をしてくれた教授に感謝の気持ちを伝え、すぐに部屋を飛び出した。タケルに、今すぐに昨日のことを謝らなければいけないと思ったからね。そうしてタケルを見つけると、昨日はごめん、友達なのにタケルのことを疑ってしまったよ。僕は大丈夫だけど、ヒデオは大丈夫なの？こんな時でも怒る様子もなく、むしろ僕のことを心配してくれるなんて、これが本当の友情ってやつかな。そうして僕はタケルと本当の意味で友達になることができた。次の夏休みには、タケルと一緒にパラオに行って、いろんなところを案内するつもりだよ。日本にも行って、タケルにおすすめの場所なんかを案内してもらう約束もしているし、これからが本当に楽しみだよ。そして、あの日以降、僕は強い心を持つようにして、ソジュンたちに何か言われても、もう屈しないようにしている。僕は祖父母と同様に、本当に日本人のことを愛しているんだ。以上が、ヒデオがアメリカの大学に留学している際に経験したエピソードになります。植民地や統治と聞くと、あまりいいイメージがないかもしれませんが、その背景には人間味あふれる素晴らしいエピソードがあり、パラオの人たちが親日である理由がよくわかりますね。このようなエピソードに対して、海外の方々からコメントがありましたので紹介します。パラオと日本の関係は世界的に有名だよね。表面上だけで見ると、日本が植民地化していたって話だけど、そんな言葉だけでは片付けられない強い絆が彼らにはあるんだわ。パラオって結局アメリカに統治されていたけど、独立していて
パラオの国旗は日本の日の丸をモチーフにしているなんて話を聞いたよ。日本が日の丸ならパラオは月なんだって。太陽があるから月が輝ける。そんな思いから今の国旗が決まったらしいね。パラオ人の日本に対する気持ちが伝わってくるよ。友人にパラオ出身の子がいるんだけど、彼女ったら日本のことを身内のように話すの。よっぽど好きなんだね。学校の授業でもそんな内容を学ぶんだって。戦時中に日本軍は統治下の国家を発展させていて、あくまでも国益のためだろうけど、日本人のやり方がすごく良かったんだね。だから感謝されていて、今でも愛されているんじゃないかな。以上が海外の方々からのコメントになります。日本とパラオの関係は世界中の人たちにも知られているほど良好な関係のようですね。現代に生きる我々にもこうした愛を持って人と接することができるともっと素敵な世界になるかもしれません。そしてこれからも日本とパラオの良好な関係が続いていくことを願っています。